本日は夫の誕生日。ちょっとプレゼントが間に合わないかと思っていましたが、なんとか当日到着しました。では、開封の儀を。カメラかな？カメラじゃないよ。カメラか 違うよ。な？レンズかな？いや、レンズじゃないよ。ちょっとマックな、かマックじゃないよ、重さ。あ、ちょっと待って、なんか値段とか書いてもらう。びっくりするわ。いけんいけん。そうか。ご本人様宅になっとるから、そういうことになるんか。大きさ的にはマックなの？マック、重さが違うな。最初は何じゃと思っとったんだったっけ？あ、毎年パンツ？そうそう、いつもはね、パンツだから、パンツかなと予想しましたが。引っ張るな。ああ、シャツ、おお、いいよ、いいよ。いいわ、いいわ、いいわ。一応色がポイントで、金髪になったので、カズレーザーさんみたいなキャラになるかなと思って。サイズ合っとるよね。なんか持っとる、そのブルックスブラザーズの持っとるポロシャツのサイズ見て買ったつもりなんだけど、なんか着たら、いいんじゃないですか。いいじゃないですか。ああ、よかった。いいじゃないですか。金髪に映えるのではないでしょうか。ありがとうございます。はい。ああ、よかった。なんかちょっと遊びすぎたかと思ったけど、ちゃんと使えそうですかね。安心しました。ありがとうございまおす。めでとうございます。 はい、どうですか、着心地は。あ、いいんじゃないですか。あ、よかったね。色味はカズレーザーさんですね。 おめで別たにい。カズレーザー目指してないんで。あ、本当。 よくお似合いで、よかったです。一駅ですが、暑いので電車に乗ろうと思います。誕生日なのに撮影という仕事をさせられる夫。今日は30階の鉄板焼き銀杏。銀杏だけど、イチョウって書いてあるね。あ、じゃあ一応なんだ。に行きます。じゃあイチョウさん、行きますか。めっちゃいい眺め。ねえ、気持ちいいね。和牛の煮こごりとタイのカルパッチョ。本当だ。ね、焼く前、意外とあんま見たことないかも。おいしそう。フォアグラ。おいしそう。高いけど、じゃがいも。はい。青いお野菜はつるむらさきだそうです。すごい。真ん中の方がサーロインですね。右側がヒレ肉をご用意してございます。あ、ありがとうございます。ガーリックライスとひょうたんのお漬物。ちょっと位置が変わるだけで全然景色が違って、また面白いです。 お誕生日おめでとうございまありす。がとうございます。 40歳、40代へようこそ。 いやー、美味しかったね。最高でした。以前撮影した80分の1フィギュアを受け取りに来たのと、40歳になった夫の記念撮影できるかどうか確認しようと思ってます。35分の1フィギュアの作成とデータ購入やってきました。また後日取りに来ます。
有明ガーデンに来ました。またまたカムクラ。夫はいつもの小チャーシュー煮卵ラーメン、私は通常の煮卵ラーメンにしてみました。いただきます。スモールワールズでもらってきた80分の1フィギュアと、まあ、これまでのフィギュアたちを並べてみました。色がついて大きいのがスモールワールズで最初に印刷してもらった35分の1フィギュア、ちっちゃいのが今回印刷してもらった80分の1フィギュアですね。で、色がついてないのはレーターを購入して我が家で35分の1に合わせて印刷したフィギュアです。面白い、増えていくとワクワクしますね。こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャーヤです。今日は夫が誕生日だったのでお祝いをしてたんですけれども、 FP 小話もギフトに関する小話をしてみようと思います。最近ミニギフトとかカジュアルギフトとか、まあ、ちょっとしたプチギフトの市場サービスが充実してきてるなというふうな印象があるんですが、代表的なものだとおそらくギフティさんとか LINE ギフトさんあたりになるんじゃないかなというふうに思います。私自身もLINE ギフトよく使うんですけれども、例えば友達が住んでるエリアの近くとか勤めてる先の近くにコンビニがある、そのファミリーマートがあるとかローソンがあるみたいなことを確認して、でローソンで引き換えられるコーヒーとかハーゲンダッツのアイスとかっていうのをこう送るっていう形を取ることがあります。まあ、大げさになりすぎなくって、ちょっとこう変わった新しいサービスだからこそ、まあ、自分が実際に支払う金額よりも喜んでいただけることが多いような印象もありまして、こうした金額は大きくはないけどちょっとしたこうほのかなありがとうを伝えたりおめでとうを伝えたりっていうのにすごくそれがしやすいような状況になっているなというふうに思います。まあ、もし何かこう贈り物を贈るときにこんな工夫をしてるよっていうようなお話あれば聞かせていただけると嬉しいです。以上 FP 小話でした。夫の誕生日プレゼント第2弾です。ポロシャツが先に届いてよかったんですけど、なんか今回ちょっとなんでしょうね、うまく当日とか当日より前に入手ができなくて焦ってこまごまといろんなものを買ってます。ちょっと髪が伸びてきたので、普段は黒いヘアゴム、私のなんか洗顔する時とかのヘアゴムを使ってるんですけど、もうちょっと薄い色のゴムの方が今金髪なのでいいかなと思って、こうペアのヘアゴム、一応なんか記念日とかを刻印できるっていうことで、まあ、先にこれを頼んだんですね。 でもどうもちょっとこう届かない、当日に間に合わないかもしれないと思って、これちょっとまあ女性ものですけど多分まあいけるんじゃないかなと思っていくつか選んで別のお店で買いました。そしたら、まあ、今日結果的に全部ポロシャツも含めて全部届いたんですけど、順番はポロシャツ、これ、これという順番で、なんかちょっと思ってた感じの到着順とは違いました。ヘアゴム意外だなと言ってました。ヘアゴム使うかな。